デコレーション、デコレーション、英語、デコレーションは英語からの外来語で、基本的な意味は装飾である。何をいかに装飾するかによって様々なデコレーションがある。人を対象とするデコレーションは、服飾、衣類などの飾り、装飾が日本では主としてある。女性の衣類を飾るリボン、レイス、刺繍などは、服飾のデコレーションである。また、軍人、 警察官などの制服の場合は、検証や、モール飾りなど華麗なものがある。男性の場合は、制服の清掃の場合、デコレーションのある衣装となる。また、肌に直接刻み込む入れ墨や体に穴をうがつピアスのような身体改造などが身体装飾としてのデコレーションになる。化粧やネイルアートもデコレーションである。腕は、足は、ネックレス。 イヤリングなどソーシングも講義には身体デコレーションとなる。建造物内部、つまり屋内のデコレーションとしては、欧米では壁紙や壁飾りなどが代表的なものとしてある。日本式家屋では室内調度がデコレーションとなるが、特にデコレーションとは言わない。壁紙や壁飾り以外にも、天井、床、壁などを飾る、カーペット、絨毯。 タッピストリ、またカーテンの類が、室内デコレーションである。また、家具強度などにもデコレーションを施す。欧米では、時代ごとに、デコレーションの様式があった。壁飾りとして、刀剣を飾る例が、西欧中世の貴族、騎手などの室内にはあったが、庶民の屋内では、壁に模様皿などを飾っている例がある。陶磁器の皿などの模様もデコレーションであり。 さらに盛り付ける料理、食品なども飾ることがある。祝日などには、この飾りは、顕著となる。また近年、携帯電話や文房具などの日用品に、ラインストーンなどを貼り付けたりして、きらびやかに、デコレーションすることが女性を中心に流行している。デコレーション携帯電話の項目を参照。日本においても、伝統的に、祝日や祭日には、 室内を清めて祝いに応じた飾りを部屋や丁度に施したが、例えば伝統的な正月の飾り、世界の様々な文化においても同様である。このように外来の文化伝統から来る祝祭日の飾りなどは欧米を中心として祝いや祭りに応じて固有のデコレーションがあった。キリスト教の場合はクリスマスの飾りが日本でもよく知られている。 クリスマスの飾りは、もみの木を立てて、その木を飾るだけではなく、室内全体にわたる飾り付けでもある。このもみの木を、クリマスツリーと呼ぶが、これは、クリスマスの飾りの一部である。キリスト教文化では、高単祭、クリスマス以外にも、復活祭や、高原祭などの祭日のデコレーションがある。また、祭日ではなくとも、聖なるものとされる品物や、道具などには、 おごそかなデコレーションが施されているのが通常である。カトリックの味噌の祭壇や、教会堂内部には豪華なデコレーションが施されている。中世のステンドグラスなどがその例である。宗教とは直接には関係のない、生活上の祝祭、例えば誕生日や結婚式などの場合も、室内を飾り、家具ちょう度にデコレーションを施し、衣服も装飾のあるものに着替え、また、 料理や食品などにも飾りを施した。日本ではケーキに様々な果物や珍味を付け加えたり、花や枝などで飾ったりしたものをデコレーションケーキと呼ぶが、これも祝祭日のデコレーションの一種である。欧米の建造物は一般に他の建物との調和を考えたデコレーションを備えている。ノートルダム・ド・パリのガーゴイルは呪術的目的もあるが、 ゴシック建築でのデコレーションの一種である。建築様式やペインティングなどで建造物の装飾が行われる。美的効果とともに宗教的あるいは呪術的意味を持つデコレーションもある。建造物をペインティングで飾るのと似て自動車やトラックなどにペイントで絵を描いたり装飾をつけたりする例もまたある。トラックの場合は運転手が息を求めて ゴテゴテした、過剰なデコレーションを施した、デコレーショントラック、デコトラが存在する。他にはミニバンなどの車を対象とする、バニング、オタク文化の一つとして、アニメなどのキャラクターで装飾する通舎などがある。キリスト教の祭日などに、室内と同様、屋外もまたデコレーションで飾る。西欧では、クリスマスのもみの木は、各家庭の室内に建てるだけでなく、 より装飾性の大きな華麗なものを都市の広場などにて街全体にクリスマスの飾り付けを行う。ラテン系の世界では、とりわけシャニクサ祭、カーニバルにおけるデコレーションが華麗で、人々の服装も街もデコレーションで埋め尽くされる。西欧でも北方系の場合、シャニクサ祭の時は一般にキリスト教とはあまり関係のないゲルマンやケルトに、 起源のあるデコレーションで街を飾って、祭日を祝った。屋内、屋外のデコレーションともに、日常と祝祭日などの区別はあっても、飾りを行う当人や、その共同体にとって意味があるがゆえに装飾していた。一方、クリスマスシーズンの日本の繁華街などを考えると、わかるように、商業目的や何らかのショーのため、デコレーションを行うことも多くなっている。 人々が自分たちの住む住居や着る衣服や料理などにデコレーションを施していたのと違い、第三者を観客として、あるいは顧客として誘引するためのデコレーションというものが欧米でも日本でも盛んになってきた。商店は店内の商品陳列でデコレーションを使用し、また店舗の外側でも客を誘引するための装飾を利用した。 祝祭日を機会として商戦が行われる季節や祭日には店舗ごとではなく商店街全体としてまた観光都市などの場合は都市全体として祝祭のデコレーションで飾るようにもなった札幌の雪祭りの際にホワイトイルミネーションで街が飾られるのがその例であるまた観光名所の城やタワーなどのランドマークを証明するライトアップもデコレーションの一種である 必ずしもコマーシャルな目的を持たず、特別な意味で人々を鼓舞するためのデコレーションもまた存在する。阪神、淡路大震災のあった1995年より、被災者への鎮魂や復興の願いも込めて、神戸で年行われているルミナリエは、夜の街を華麗な電飾、イルミネーションで埋め尽くすという商要素の強い、都市デコレーションである。 神戸ルミナリエは2012年現在も続いている。ルミナリエは神戸以外の都市でも開催されるようになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。